こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回の続きになっているんですけど、残暑ツーリングで35度の中、群馬県にあります上野村の方の道の駅で10国味噌ソフトを食べて休憩しておりました。で、これから限界集落と呼ばれている南牧村の方に移動しまして、激坂チャレンジをやってこようかと思います。群馬にある激坂だと 23% のね、下久保ダムの下ですよね。あそこを以前ね、中国人連れて行って派手なアクセルターンを決めたのが、動画の中では一番新しい感じになってますかね。あとは日本全体で見てみると、やっぱり関西の方にあります暗がり峠ですよね。あれが一番過酷で、やっぱり激坂チャレンジといえば検索すればね、必ず暗がり峠行ってみたっていうのがね、出てくるぐらいなんで一番有名かと思います。国道っていう括りで言ってみれば、暗がり峠がナンバーワンだと思うんですよね、文句なしでね。ただこちらはね、群馬県なので、いろいろとね、条件加えれば暗がり峠もね、全然過酷な坂道かなと思っております。何せね、暗がり峠よりも多分数値上はね、劣ってはいるんですけど、あれですよね、暑さと湿度と匂いがね、やっぱりきついですよね、群馬の方がね。そんなわけでね、県道45号を走りまして、これから南牧村の方に向かっていきます。結構ここの道もね、なかなかちょいちょい家があって、よくこういったところでね、生活が成り立ってるなって通るためにね、感心しますよね。そしてこちらね、湯の沢トンネルだったかな、かなり長いんですよね。確か全長が 3300m ということで、ここを抜けていくと一気にね、南牧村に行ける感じになっております。本当に長いな。そして外は35度でかなり暑かったんですけど、やっぱりトンネルの中はかなり涼しいですね。前回ね、通った時はあれは春でしたんで、あの時かなり震えながら走りましたね。お、ようやくゴールが見えましたね。いや、本当に 3000m 超えてくると本当に長いですよね。そして一気に抜けると、山しかないってことでね、やっぱり過酷ですよね、群馬ってね。このままね、下っていくと確か T 字路があるんですよね。そこで右に曲がって、あとは道の駅を通り過ぎたところで左に曲がるという感じだと思います。ちょっとね、やっぱり自分が先頭だとナビがないんで、毎回ね、初めているところで苦戦するんですよね。ちょっとね、手探りになりますがね、慎重に行きます。ここがあれかな、ここのラーメン屋さんが確か炭餃子かなんかですかね。ちょっと便利おじさんが後で行ってみてくださいっておすすめしてましたね。そしてこちらの橋だと思います。県道202号だったかな、ちょっと怪しいですけど、こちらを進んでね、激坂の方に行きたいと思います。ちょっと怪しいですよね、かなり細い道ですけど、これは合ってるのかな、ちょっと分かんないんで一旦止まって確認したいですが、いや本当にね、細い道がずっと続きますね。大丈夫かなこれ、ひとまずね、スマホで確認したところ道は合っていたということで、このまま真っすぐ行きたいと思います。けどよくこういったところに家がありますよね。なんか限界集落って言われるのがなんか分かる気がしますね。いや本当に感心しますね。なんか道が変わりましたね、この辺から一気になんか荒れてきましたね。いよいよこの辺りからが、あれですかね、黒滝山ですかね。一応今回行くところの目的地って、激坂を走ることには走るんですけど、黒滝山不動寺っていうところに、興味があって行くんですよね。その道中が激坂っていうことなんですよね。なかなかこの時点で結構いやらしい感じの登りになってますね。どんどんひどくなってきますね。そして、こういった登りが長いんですよね。もういよいよ株のギアも怪しくなってきましたね。まだ一足は封じていますけど、このペースで行くとさらにきつくなるっていう話なんで、ちょっと不安ですね。いよいよ二足じゃダメですね、これ。一足解禁です。すごいな、これ最大傾斜で言えばかなりありますね。そして最大傾斜もさることながら、もうね、長い。ほんと登りが長すぎる。いつまで登らすんだって感じですね。いや、きついな。こう、たらったらたらったらずっとね、一足を酷使してるんで、いや、正直、これは、オーバーヒートするんじゃないかっていう不安がありますね。
まあ、自分のハンター部油温計がついてないんで、まあ、ぶっちゃけどうなってるかわかんないんですけど、ちょっと怖いですよね。気温も35度ありますからね。ずっとつづら折りを登っていくっていうことで過酷でしかないですね。いやけどよくこのところにお寺作ったなって感心しますよね。不思議ですよね。よくなんでこんなところに作ったんだか。あ、そして着きましたね。あ、無事登り切りました。いや、よかったよかった。うん、エンジンがどんな感じなのかわかんないですけど、とりあえず登り切りましたね。そう思っていたら後輩がいなかったです。なんかやばそうですね。やべえかなと思ったら、いや、まさかのオーバーヒートということで3人がかりで押してます。いや、人数いてよかったですね今回はね。いや、無事に登り切りました。一応ここお寺なんで水をもらいたいと思います。まあ、それではね、水ももらって、うん、まあ応急処置ということでね、このまま自分の方はお寺の方を見てこようかと思います。杉の木が太いっすね。やっぱ雰囲気がありますね。すごいな、こんな山奥によくありますよね。こういうところも車じゃ入ってこれないんで、バイクだといろいろ巡れるんですよね。なんだかんだ初心者ライダーも登りきりましたよね。へえ、立派ですね。魚いますね。あ、魚だ。取ってます。そうだね。選ばれて3匹。うん。それではね、お参りをして、あれですかね、後輩も待たしてあれなんでね、戻りたいと思います。いや、本当に雰囲気がすごいですよね。何年続いてるんですかねここはね。いや、それにしてもやっぱり登ってきただけあって景色はすごいですね。うん、まあ、他にもなんかちっちゃい滝があったりとか、あとさらに上まで登っていけるみたいですよね。ここは探りがいがあるところなんで、まあ、またね、機会があったら来ようと思います。お、やっぱり金があったら叩きたくなりますよね。じゃあ7部の力だということでね、ソフトに行きます。編集の力で音量は下げてます。うん、うるさいですね。さあ、それではね、登ってきたら下らないといけないことで、まあちょっと怖いですけど慎重に降りていきたいと思います。やっぱり激坂とかね、行くと何かしらトラブルが起きますよね。まあ、自分もね、前回走った時は、まあ、中国人の方がね、3回転倒したりとか、まあ、今回は後輩がね、オーバーヒートしたりとか、てかよくよく思い返してみれば、後輩初ツーリングの時も、あれでしたね、ダックスで走った時にオーバーヒートしてたんで、なんかオーバーヒート癖があるというかね、うん、まあそんな感じがしますね。まあそんなわけでね、まあ、今回このまま下っていきまして、まあ、さらにね、群馬県を深掘りしていくということで、まあ、下仁田と高崎をね、巡っていきたいと思います。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。